動画を見るときは部屋を明るくして離れてみてね。ゾイドワイルドインフィニティブラスト、天上天下を遊び尽くせ、遊び尽くすゾイドワイルドインフィニティブラストやっていきましょう。だいぶ久々ですね、終盤に差し掛かっていたのにちょっとね、キャプチャーボードの調子が悪くて、いや、じゃあキャプチャーボードの調子と、PC の調子が噛み合わなくてですね、まあどうしたもんかどうしたもんかってね考えてたわけですよ。この際直撮りにしてしまおうかなって思ったんですけど、直撮りもまあテストしたんですけどうまくいかなくて、まあ仕方ないんで、もうこの状態ちょっとね、録画が止まったりするんですけども、その状態でとりあえず頑張っていこうかなということで、まあ最新の注意を払えば、そのね、止まった瞬間を短くできるかなと。さあ、それではクエスト割っていきましょう。今が、27、をクリアして28エースですね。もうちょっとしばらくやってなかったんでちょっと覚えてないですねまあとりあえずやっていきましょう。で、ですね、多分前回なんかゾイド改造するとかなんか言ってましたが、そんなこと言ってる暇はないので、だいぶ遅れてると思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。限られたゾイドでしか行けないクエストね。このゾイドで出撃します。固定なんだ。始めるわよ。決められたゾイドでクリアするぞ。頑張るぞっつって。これ以上ゼア様の元へは近づかせん。ここで力尽きるがいい。やだね。総員全力で敵ゾイドを食い止めて。みんなが認めてるわ、あなたがこの舞台のエース。あなたはここを突破してゼアの元へ向かいなさい。ライジングライガーインフィニティブルーで。ああもう最クライマックスが近づいてるっていう感じですね。我々俺たちが止めるからお前は、ボスの元へ向かえっていうのを。超特急で調整して間に合わせたの。ただこの一戦突破だけしか持たないだろうけど、それだけのことはある。一騎当選のゾイドよ。突破だけかよ。どうせだったらもう最終バトルでも使えるようにはしてほしい。あなたに、いえ、あなたとあなたの相棒に任せる。行きなさい。シンジ君。違う。ちょっとやっぱ最近話題だったからね、ちょっと喋り口調が被ってしまうんだよね。でね、コントローラー固定するやつがどっか行っちゃってね、久々にやるからフリーハンドでやっていく。マインドガンファイト。おりゃーって言ってね。ちょっと忘れてる。まずいぞ。何してんの。なんで、もう。よしよしよし。はっ。おいし。落ちな。グレイ。めっちゃ削られる。
ラウンド2ファイト。ていうか削りすごくない？半端ないよね。なんでそんな半端ない攻撃力なんですかって。あー熱い。もう一丁よし。あーおー危ねえ危ねえ。さらにもう一丁アタック。あダメだった。ラスト5秒の逆転ファイターにはならん。あーよし。相手がワイルドブラスト、マシンブラストを使うぞ。こっちもエボブラスト発動だ。さあここで攻める攻める。もうちょっと。あーダメだ。だからやめろそれ。もうなんで君はさ、なんなんだもう。高熱やめろ。これいやーブランクがあるとはいえひどいよね。1ヶ月半ぐらいかな、それだけやらなかったのにここまでちょっとひどいことになるとは思わなかった。あ、ダメだ。あ、ダウン。あーマジかよ。やっぱりスリープの相手はきついな。それでもう超よし。ここで反撃して、そしてもう一丁いけない、入んない。ああ。また君は回転して。メタクソじゃないかも。ダメか。あ、ダメだね。ファイト。あーくそ、落ちました。ここしまけた。でもガード回避だからやめろそれを。もうもうだからやめろそれを。マシンブラスト。あーガード、よし。だいぶいい感じにはなっているのかな。なっていると思いますか皆さん。なってないでしょうね。なってないでしょうね。ちゃんと言えない。だってもう攻撃力だけでこれだもん。あのエボブラストとかをちゃんとうまく使いなさいよっていう話なんだよこれね。あとコンボとかね。これでいけるか。いけないよね。にゃーん。さらににゃーん。ダメだ、全然減らないんですけど、こんなあとちょっとクライアアウトやんけ。よし持った持った。あダメだ、外れたし。ダメだ、あれ当たってればな。あれ当たってれば勝てたかもしれなかったな。これ厳しい。固定。いやちょっと待ってよ、改造は別にいいのかな。
改造してたのか、こういう改造を施してたかどうかっていう。よしよし、いけ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 、ゴーゴーいけいけゴーゴー、ターン VV っつってね。ダメだダメだ、それはダメ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 、ゲージが紫、さらにもういっちゃおう。エボル、あーくそ、いけた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 、あーダメだ、最後はガイン、熱い熱い思いを胸に秘めっつってね。それじゃない、ガード下げてるし、もうちょいちょいもうちょいもうちょい減らしたい、いけ当たれ、ファイト一発、嘘でしょ、よしよし、ちょっとだけ残った、ラインド2ファイト、あーしまった、だって順番間違えた、あ違う、また間違えた、さらにあーどう、あーごめんな、痛い、ドンドン、つなげれるか、コンボ、あ無理無理、あー遠ざけないそこまで、あっと相打ち、相打ちなんだ、あっなくなる前に打つ、これで少しは減ってくれるといいんだがいいんだが、あ、違う、違う、違う、うーわ、おしま、あー押されたし、攻めて攻めてってやろうかと思ったんだが、相変わらずいいぞいいぞ、でここで反撃を打つ、まだまだだから、まあ助かったけど、ちょっとはさ、何これで、あー遠い、そう、あこれか、よしよし、タクマン、あダメだ、あーあー、この一発でだいぶ削られるのか、嫌なんだけどな、ここまで削ってもまだあれだあれだよ、油断ができないんだよ体力こっちの方があるやんって思ってもさ、うわほらこれだもん、おかしいなお、よったやった、違う、もう大事なところで違うものが出てくる、そうなんだね、巻き場の方法やめろっつうの、よし勝ったか、勝った勝った、あーようやく勝った、
ようやく勝った。15分かかった。ファイナルブラストで KO する。いやもういいや。もういい。どうせ称号だからもういい。待ってたわ。一つの円に修復、修復を。修復を。これで行こう。期待してるわ。多分期待は固定で改造は別に構わないんだと思うんだよね。さっきのイベントは、イベントじゃさっきのバトルは。覚えているかね。初めて会った時に言ったことを。そう、君だ。同じものを感じる。あ、何ですかそれ。知らないっすよ。一目で分かった。君も私と同じくゾイドをこよなく愛しているのだと。と同時に悟ったよ。決して分かり合えないのだと。目と目が合う。違う。まあね、愛し方が違うんだろうね。デス・スティンガーよ、このものを葬り去れ。わあ、わあ、ゴテゴテしてるな。さあ、じゃあやっていきましょうか。このゴテゴテスティンガーでかいな。巨大戦か。あれでもジオさんまだ出てないぜ。ジオさん一回、ジオグライシスは一回戦っただけか。ファイナルラウンド、ファイト。でかいよ。ああ、外してる。ああ、ブレードライガーがリオキにいるあたり、まあ分かってるねっていう感じはするんだけど。モードチェンジ。レジェンドブラッド。ちょっと見えない。ああ、見えない。見えないし、何やってるか分かんない。とりあえず総力戦。攻撃当たってるのは見にくいんだけど。燃やせ、真っ赤に燃えろ。ある心に気をつけろって言ってね。あー、なんかどっこいどっこいっていう感じ。あー、でもやっぱ若干デススキンガーの方が強いかなっていう感じやね。改造してるけどさ。あ、ちょっと地雷かこれ。地雷神ってね。あー、まずい。おい、邪魔すんな。こっちだ。あんま効いてねえし。あー、まずい。これはまずい。まずいね。これはまずいね。あー、負ける。猟奇がさ、全然
全然ブラストを使ってくれないんで。無理か無理か、これ無理か。ゲームセット、あーダメだダメだ。ルーズ攻撃力が強い。攻撃力が強い。もう一回やるか。ファイナルラウンドファイト。これは難しい。出し惜しみをしているわけ、出し惜しみをしているかわけないのか。あーっと、すぐになくなった。地雷は使いにくいぞ。あともうちょっと相方がレジェンドブラストを出してくれないと。移動力は速いし攻撃力は強い。ガード破壊された。あ、破壊したのか、破壊したのか。どんどん使っていっちゃうよ。よしよし、いいぞいいぞ。よくないね、よくないね、よくないね、これは。もう、違う敵じゃない。こっち答えたぞ。やったて。全然減らねえな。こいつはちょっと相性が悪いか。痛い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 。こっちがブラストしたら容器もブラストするっていう感じか。今さらもう一丁。あーダメだ。お前ありかそれ。ダメだな。何料金はそう黙ってみとん。ちょっとこれはダメかな。待ってたわ。開業かな。いやアイテム。そういらっしゃい。これやってなんかこれあんまり使ってなかったんだよな。こうじゃあパワーアップギアプレミアムでもらいまして、じゃあクエストを待ってたわ。とりあえず29を終わらせてから
29をクリアして今回終わりにしたいと思います。クリアできるかどうかですよね。で、攻撃力の高いやつ、スティンガー。でもスティンガー解除したかった。やっぱスティンガー、攻撃力結構上げてんだけど、それでも厳しい感じ。これで行ってみようか。覚えてる。はい、覚えてる。めっちゃ適当な返事。はい、覚えてます。はい。アイテムの効果で結構、パラメーターも上がってるから。どのくらい上がってるのかわかんないけどね。いけるんではないでしょうか。なんでそれをするの。攻撃やめて。お、いいよ。なんかいける気がする。あーでもガードしないと。おいいぞ。じゃあガンワイルドに攻めていきましょうか。エボです。攻めていきましょう。あーダメ。あ入った。やった。おお、削ってる。結構いいね。やっぱもう終盤戦となるとアイテムもちゃんと使っていかないとダメですね。アイテム使わずにやるっつうんだったら、まあやり込みの領域です。見えない。いいね。ああ。やっぱアイテムの効果強いよね。アイテムの効果かな。よーし、倒しました。あっさりいったわ。にゃーん、いいっすね。本能解放中にクリア。ちゃんと称号もS取れました。舞台のS、ゴッド、ゾイドコレクター全部当てはまってるし。
じゃあクエストメニューに戻りましてね。おお、乱入来ましたね、ジオグライディス。今回のミッションはこれよ。じゃないね、ボスか。あ、そうか、ボスか。ボスか、乱入じゃないな、緊急クエストじゃなかった。ボスか、ボス来たね。ついにこれが最後かね。見てください、ゾイドもらえるよ、ゼログライジスもらえるよ。というわけで、ね、信念と答え、多分これが最後だと思われますが、もう時間はいいところなんで、これ次回に回したいと思います。次回ゼログライジス倒していきましょう。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。それではまた次回、バイバイ。